パワーシェルは、マイクロソフトが開発した、拡張可能なコマンドラインインターフェースシェルを呼び、スクリプト言語である、オブジェクト指向に基づいて設計されており、ネットフレームワークあるいは、ネットコアを基盤としている。かつては、マイクロソフトシェルと呼ばれていた、Windows 7以降のオペレーティングシステムには、標準で搭載されている。マイクロソフトによる OS には、MS DOS から Windows に至るまで、 どのバージョンにもコマンドラインシェルが付属した。それはかつてはコマンドコムであり、マイクロソフト Windows NT ベースの製品においては CMDE キシーであった。これらのツールはグラフィカルユーザーインターフェースで提供されるような管理機能の自動化や再利用に必ずしも長けているとは言えなかった。これはコマンドライン内の制限によるものであり、 マイクロソフトが高品質なコマンドラインツールを提供しなかったためでもあった。マイクロソフトはコマンドラインツールの端緒を補うものとして1998年に Windows 98で Windows スクリプトホストを提供した。これは様々なスクリプト言語を実装するための新しいソフトウェアであった。しかし WSH はシェルに統合されていないという欠点があり、ドキュメントも 非常に使いにくいものだった。また、w s a の持つセキュリティ上の欠陥をつく、コンピュータウイルスがいくつか出現したため、システム上の脆弱性とみなされたこともあり、広く普及するには至らなかった。そして2003年、マイクロソフトは、Windows や自社製品のシステム管理、自動化を行うための新世代シェルとして、また、スクリプトとして実行可能なプログラミング言語として、 モナドを発表した。2015年9月現在、Windows PowerShell の正式な最新バージョンは5.0であり、Windows 10に標準搭載されている。Windows 8.1に標準搭載されているバージョンは4.0。Windows 8に標準搭載されているバージョンは3.0。Windows 7に標準搭載されているバージョンは2.0となる。2016年8月には PowerShell の オープンソース化、並びに Linux と OS.A の移植が発表された。これは、同年6月にリリースされたオープンソースのネットコアに続くものとなった Windows PowerShell 1.0編集2003年9月、コードネームもなどが公開された。2006年4月、正式名称が Windows PowerShell となることが発表され、リリース候補1がリリースされた。 2006年9月 RC にリリース。2006年11月 Windows PowerShell 1.0がウェブ上でリリースされた。動作には Net Framework 2.0を必要とする。2007年1月 PowerShell 1.04Vista がリリースされた。Microsoft はこれからの主な GUI ツールは PowerShell 上に構築されると表明し、主な管理機能がスクリプト可能になるとした。 例えば、エクスチェンジサーバー2007の管理ツールは、パワーシェルの上に構築されている。多くの日常的な場面でパワーシェルは CMD、EE c や WSH を置き換えるものとして利用できる。Windows PowerShell 2.0、編集2009年10月リリース。Windows PowerShell 3.0、編集2012年9月リリース。動作には、ネットフレームワーク4を必要とする。 Windows PowerShell 4.0編集2013年10月リリース動作には Net Framework 4.5を必要とする Windows PowerShell 5.0編集2015年12月リリース動作には Net Framework 4.5を必要とする Windows PowerShell 5.1編集2016年8月リリース Windows 10 Anniversary Update および Windows サーバー2016の標準バージョン Windows PowerShell 5.1はデスクトップとコアの2つのエディションを提供するデスクトップエディションは従来通りの Windows PowerShell でコアエディションはナノサーバーで実行するためにネットコア上に構築されいくつかの機能が削減されている標準搭載インストールして利用可能上位バージョン標準搭載 バツ利用不可。パワーシェルコア六点零編集。二千十六年八月、オープンソース化。l i n u x o s t e への移植を発表。二千十八年一月、パワーシェルコア六点零。リリース。ランタイムとして、ネットフレームワークに変わり、ネットコア二点零を使用する。これにより、パワーシェルコア六は、Windows、Max、Linux で動作が可能になった。パワーシェルコア六点一。 編集2018年9月、PowerShell Core 6.1リリース。Windows 10及び Windows Server 2019との互換性強化、サポートプラットフォームの強化が図られている。Net Core 2.1を使用する。PowerShell Core 6.2。編集2019年3月、PowerShell Core 6.2リリース。PowerShell 7.0。編集2020年3月、PowerShell 7.0リリース。 ネットコア3.1を使用するパワーシェルはオブジェクト思考言語であり基本的な機能を持つ様々なコンポーネントを組み合わせたタスクによって構成されるコンポーネントはコマンドレットと呼ばれるプログラムでありその実態はネットのクラスであるコマンドレット間でのデータの受け渡しは古典的なユニックス型アプローチとは異なりオブジェクトで行われる コマンドラインから個別にアクセスされた場合、コマンドレッドの出力は自動的にテキストに変換されるが、出力が他のコマンドレッドに渡されるのであれば、そのコマンドレッドの入力として最も適切な形式に変換され、渡される。これにより、ユニックス型システムで一般的なテキスト処理ユーティリティが不要となり、インタラクティブに、またはスクリプト環境の中で、 様々なコマンドレッドを結合することができる。例えば、プロセスの一覧を出力する場合、それらは、単なるテキストの一覧ではなく、プロセスの情報を表すオブジェクトの一覧である。したがって、それらのオブジェクトに対して、明示的に外部の構造やライブラリを使用することなく、直接的にメソッドを適用することができる。Windows PowerShell、PowerShell Core には次の機能が含まれる。 DIL HKLM ソフトウェア、Microsoft PowerShell には認証ストア、環境変数、シェル機能とエイリアスなどのプロバイダが存在する。プロバイダモデルはコマンドレットと同様に拡張可能であり、第三者が独自のプロバイダを作成して、PowerShell に組み込むことができる。PSGET PROCESS PSTOP PROCESS PSGET PROCESS w e r WSGT 千メガバイトストッププロセス PS ゲットチャイルドイットムメジャーオブジェクトプロパティレングスム PS ハローワールドタパー、PS インターナルインサート PS ドルシャールイコール HTTP コロンスラッシュスラッシュ BLOGS.MSDN.COM スラッシュ POWERSHELL スラッシュ r s a s p x ps ドルブログイコール、XML。ダウンロードストリング、ps ドルブログ、RSS、チャンネル、アイテム、セレクトタイトルファースト8、ps ドルユーザープローファイル、イコールドルエンベ、ユーザープローファイル、ありがとうございます。